日本江戸の初期、悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。こいつは驚いた。大量の見張りだな。少し手こずるかもな。ここら辺は安全そうだな。だが念のため注意して進もう。暴作だらけだな。上様の次の攻撃に備えているようだな。最初の任務はあの門のところまで行くことだ。肩慣らしにぴったりだな。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。いつもこの調子か。一体いつまで続くんだ。そんなことはどうも。突入する。とにかく、あの敵は決して人には見えない。幕府軍の攻撃が始まる。心して。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。音を立てるな。上で死んでいる。こっちはまずいな。水のように動け。突入する。静かに。そのうちみんな忘れるさ。あ、突入する。うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。完全には変えられん。個人的な恨みはない。水のように動け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。俺が聞いたのは迂回しよう。突入する。今のは聞こえたぞ。こっちも閉められたか。別の道を探すしか。くそ、攻撃が始まったか。どうにか中に入らないと。いざ、上様のために。ここまでか。逃げ場はないぞ。出てこい。死にたがりの侍か。気乗りはせんが、今はあいつを利用するしかないようだ。助けよう。ずっとそうだったな。手裏剣を使う忍び足。せっ、いや、もらった。確かにそうだな。手に入れた。迅速に動け。大砲に注意しろ。手裏剣、せっせっせっせろ。通りすがりのものだ。いいだろう。
お主のおかげだったのか。名を聞かせてくれ。ちゃんと礼を言いたい。先に中に入れてくれないか。感謝されるなら面と向かっての方がいい。よかろう。門を開けて礼をいたそう。家来たちが死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。刀を使われば我慢できんだろう。酒に飲まれよ。死に、うん、死が訪れた。この大砲使えるかもしれぬ。終わった。かたじけない。拙者は大城無限と申す。お主は？伊賀の隼人だ。伊賀？なるほど。上様が忍びを雇ったと聞いていた。教えてくれ、どのような任なのか。矢倉門を開ける。正門をか。馬鹿を申せ、要塞だ。中から開ける必要はない。火薬の樽が一つあればいい。そいつを置いてやるだけさ。容易ではないな。何でも二人なら何とかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。門がある。ここから入るべきか。うん。門の向こうに護衛がいる。迂回して壁を登れる場所を探そう。壁を登るだと？鎧が重すぎるか。心配するな。中から門を開ける。目立つところに死体を残さないようにな。草むらや樽、家の中に隠すんだ。忍びに教わる日が来るなんてな。移動中、通りすがりのものだ。迅速に動け。早速戦闘か。計画通り。血を欲しがっている。右だぞ。ここに増員を送ろう。良い戦略だ。おとりが必要だ。
大将。我らの出番だ。多山一殺。素晴らしい技だ、隼人殿。武士の藩がもうないとは惜しいことだ。そうだ、あんたも思った以上にやるじゃん。お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。俺が弟。あ、通さんぞ。手裏剣術。いや、いいだろう。
直ちにそこに向かう。向かっているぞ。いい思い出だ。あ、倒産ぞ。上様のための刃、酒に飲まれよ。勝利は我ら、我らは勝利を収めるであろう。なんてことはない。移動中。門につけ。はあ、酒か。酒かよ。我慢、刀を使われば酒に飲まれよ。向かっている。良い戦略だ。勝利は我らのものだ。兵を切って瓦礫を片付けさせろ。あそこの者たちか。網笠をかぶっているな。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴だ。承知した。あれは何だ。酒のために持ち場を離れられ。門につけ。栄光の時から名誉のため直ちに自覚の術。終わりだ。あの音は杯に泥が落とすと舞うつばめ。塔から誰かいるようだ。琢磨殿に違いない。第三部隊の射撃の名手だ。同志が二人来たか。ヤグラモンを破壊したいんじゃろ。なら老いぼれの話を聞いてみんか。頭を使えば火薬だる一つでヤグラモンを開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。
わしが爆発させ、しかし直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。ヤグラ門の上に続くはしごがある。力のあるものであれば樽を門の上に運び、標的となる場所まで投げることができるじゃろう。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。門につけ。撃たれるなよ。そうだ、刃が血を欲しがっている。見つかるな。刀が血を欲しがっている。剣術、通りすがりのものだ。終わりだ。上様のために。失敗は許されない。おうおお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。隼人殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ任せな。風切り、我慢できんだ。拙者にはできん。向かっているぞ。大将、良い戦略だ。大砲に注意しろ。素早く。終わりだ。兵を送って瓦礫を片付けさせる。もっとなんぞ。そらさない。撃たれる。報告するんだ。見つかるな。早速戦闘か。忍び足、刀が血を欲しがっている。
危なかったな。剣術。ここは通さんぞ。そこに向かう。ために良い余興じゃった。それじゃ仕上げと。我が主君の勝利なり。ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。構わん。だが全てが終わったら杯の一杯でも交わそうではないか。達者でな、隼人殿。拙者は戦いに戻る。いざ上様のため。やはり侍は死にたがりだな。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは、長生きをするもんじゃのう。伝令、伝令、大名ヤムサムから北の塔を攻撃せよとのこと。お待ちください。そこは人がまだいるのでは。いる
令が聞けないというのか。今すぐ大砲を用意せよ。はい、すぐに。撃てー。何を考えておる。おお、